腹筋やストレッチ、いろいろ行ってもなかなかお腹が引っ込みませんよっていう方、今回はたったの10秒でお腹がポコッとへっこむストレッチを紹介していきます。今回の動画を最後まで見てもらうことで、なかなか引っ込まないお腹の原因、改善というのが分かっていきます。ぜひ最後までご視聴ください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、お腹がなかなか引っ込まない人向けの原因と改善をやっていきます。今回、首のストレッチ。たったの10秒です。なぜ首のストレッチがお腹に関係しているのかと言いますと、現代の方はスマートフォンやパソコン、ほとんどの方がやると思います。その場合、正面をなかなか見てしないですよね。やはり少し下を向いてしまう。そうすると首がですね、通常、肩の上に首が乗っているんですけども、首が前に突き出した感じの姿勢になってしまっている。そういった場合、首が前に出ることによって、背中が後ろに出る。背中が後ろに出ることによってお腹が前に出る。そしてお尻が後ろに出る。といった姿勢になってしまいます。ですので、首がちゃんとまっすぐ改善されるだけで、体のラインがまっすぐになって、自然とお腹もへこむということになります。これに加えて、もちろん骨盤というのが関係してきますから、骨盤がやはり前傾してしまっていると、お尻が後ろに出てお腹を突き出した姿勢になってしまう。逆に骨盤が後傾しすぎていると、逆に猫背になってしまって、お腹が縮んだ状態で、お肉が集まった状態になって、お腹が出てしまう。そういった現象になってしまいます。そこで今回は、首のストレッチ、めちゃめちゃ簡単なやつ。たった10秒。それに加えて、骨盤、猫背、反り腰の改善になる、ゆりかごとだるまというのを各10秒ずつ、合計30秒やってもらうと効果的です。もちろん首だけでも OK です。ですが、3つセットですることで、かなりお腹がへっこんでくれます。ゆりかごとだるまは順番がありますので、そこはね、反り腰、猫背の方によって紹介していきます。では、やっていきましょう。やり方は簡単です。ただ、上を向いて、首のストレッチをするだけです。ですが、上を向いた際に、腰が反れる、お腹が前に出ると、首が伸びにくいので、逆にお腹を引っ込めて、肩を落として上を向く。肩に力が入らないように上を向いてキープです。この時につい肩に力が入ってしまう場合は、上を向いたまま肩を上げて落とす。それを3回ぐらいしてください。そしたら肩を落とした感覚っていうのが分かりますから、その状態で上を向いてリラックスしてください。お腹をへこまして上を向く。それでも伸びにくいよって方は、少し顎を手で軽く押してください。そうするとしっかり伸びます。これを力を抜いて10秒間キープしてください。ではいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。OK です。ゆっくり起こしてください。こうやってゆっくり起こした状態が前に突き出ずに自然な位置になってくれてます。これで首の位置が自然になってますから、縦のラインが自然とまっすぐになっていい姿勢が保てれてます。ですが、ここで骨盤がもし前傾後傾しすぎていると、やはりお腹が突き出た状態になってしまうので、今からゆりかごとだるまを各10秒やっていきます。猫背の方よりは反り腰の方の方が多いですから、なので今回はゆりかごをした後に最後に腰を丸めるだるまというのをしようと思います。もし猫背の方は、だるまを先にしてゆりかごを後にしてください。後にした方が姿勢が良くなります。順番逆にしてしまうと、同じ姿勢でも終わってしまうので良くないです。直した姿勢で終わるためにも、今の状態の逆をやってください。では、一緒にやっていきましょう。はい、ゆりかごをまずやっていくんですけども、猫背の方にはおすすめです。やり方は簡単です。うつ伏せから足首を持って、しっかり腰を反らします。足は後ろに引っ張る感じです。この状態で、このように、ゆりかごのように揺れます。これで、腰のストレッチ、お尻のストレッチ、背中のストレッチができます。では、10秒一緒にやっていきましょう。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。 今ので猫背が改善されました。今首と背中がいい感じにまっすぐなってると思います。最後は骨盤です。体操座りをして背中をしっかり丸めます。腰もしっかり丸めます。この状態で揺れます。これを10秒間一緒にやっていきましょう。いきます。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。 お疲れ様でした。今の3つ、首のストレッチ、骨盤の矯正、これを行うことでお腹がだいぶへっこみます。正直たった上向いて首ストレッチするだけなんですけども、これだけでかなり姿勢が良くなります。やはり通常首が前に出てしまうとどうしても目線が斜め下になってしまうんですけども、斜め下になった時点で背中が丸くなって背中が出てお腹が前に出るっていうバランス取り方になってしまうんで、ちゃんとね、首を伸ばして目線がまっすぐになっている、下を向かない、ちょっと上目を向いているっていうだけで全然お腹のへこみ具合が変わってきます。騙されたと思ってこれを毎日首のストレッチしてみてもらえたらと思います。正直1回で実感がある方ない方もちろん分かれると思います。ですが実感あったよって方はよかったらコメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。こんな首のストレッチで違うんだってびっくりした方もよかったらコメントください。各種 SNS もやっております。説明欄にインスタや TikTok リンクが貼ってますんで、よかったらそっちにも行ってフォローしてください。そっちは簡潔にまとめてますんでよろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。